JR 北海道の IC カード「きたか」や北海道の観光 PR キャラクターを手掛けた札幌の絵本作家そらさんがアニメーション映画を制作しています。その舞台は利尻島です。絵本作家が描き伝える利尻島の世界とは。でもここの色は白の方がいいかもね。塗る？悩む。映画の制作は小さな島を机の上に作り出すことから始まりました。絵本作家のそらさん、こう斜めから見たとき、上から見たとき、正面から見たとき、全然違いますよね。自身2作目となる短編アニメーション映画の舞台に選んだのは、稚内の西側に浮かぶ小さな島、利尻島です。これまで40冊近くの絵本を手掛けてきたそらさん、作品のこだわりは北海道を描くこと。僕の針怖い？2年前そらさんが初めて制作した短編映画ハリネズミの愛。赤い風船に恋をしたハリネズミがその思いを伝えようとしますが、風船は針が怖くて逃げてしまいます。そして風船は海岸でしぼんでしまい、ハリネズミの恋が実ることはありませんでした。冬が来て、後から後から雪が降り積もり、そうして何年か経った後に、そこから小さな芽が出ました。それはチクチクしたハリネズミのような植物でした。この作品のモチーフとなったのは、赤い風船のような実をつける北海道のシンボルの花、ハマナスです。物語によって、ああみんなで自然を大切にしようって思うし、ああみんなの大切な場所だ、そこを怪我しちゃいけないって思うし、その自分が好きなこの土地、好きな人たちがたくさんいるじゃないですか、愛する人たちがたくさんいるこの北海道を外側の人には愛していただきたいじゃないですか。北海道の自然を描き伝え守りたい。2作目となる映画の制作に向けて、そらさんは利尻島を訪ねました。目の前に広がったのは、島を囲む透き通った海と最北の日本百名山利尻富士。時には濃い霧に覆われ、瞬く間に表情を変える島の姿に心を打たれ、そらさんは舞台を利尻島にすると決めました。群青色からこう溶けるような夕日の色に落ちていく、美しい絵本の中のようなグラデーションのその中を通った時に、一言なんかではまあ言い表せないですけど、全部だな、ここに全部があるなっていう感じがしました。アニメーターの宍戸さんです。よろしくお願いします。そらさんの映画作りにおいて欠かせないのが、宍戸照彦さんが手掛ける絵本アニメーション。そらさんからデータとかそのイラストをもらったら、まあ、一つ一つのパーツ全部これ分けてるんですよね。これ光、これ毛、これ目っていう感じで、全データを一枚の絵を顔、目、手足、背景などのパーツに分け、それぞれに動きをつけていきます。例えばハリネズミが嵐から鳥の巣を守ろうとするシーン、
ハリネズミの体がただ横に移動するのではなく、上下にバウンドする動きを加えることで一生懸命さが表現されています。絵本アニメーションの場合はどうしても可動域を少し狭めてあげるというか、絵本が動いてるっていう感じられるものにしたいので、フルアニメーションのようにぬるぬる動かしてしまうと逆に気持ち悪いというか面白さがなくなるのかなっていうのは思っておりますね。常々すぐに疲れ果ててる。この日は物語のあらすじとキャラクターの打ち合わせ。ソラさんが目指すのは利尻島に行きたいと思わせる映画です。天気の悪い雨の日とか霧の時でもレジャーって利尻島を楽しんでもらうためにノームから始めたいっていうのと、ペンギンのような生き物を主人公にしていきたいんだけど、どんどんそのキャラクターに感情移入してまるで疲れ果てた自分だみたいな、誰もが自分を投影できるようなキャラクターを主人公にしたいと考えていました。鉄格子に自分が入っちゃって、絵本作りをやってくれる、絵本作家のソラさんです。よろしくお願いします。今月ソラさんはオホーツクの津別町で5年ぶりにワークショップを開きました。参加者と一緒に森を散策、そこで感じたことを絵に表現します。こんな感じにこうやって、あ、素敵。こんなソファーとかベッドあったらいいね。これまで作品作りに時間をかけてきたソラさんがワークショップを開いたのには理由がありました。もともとこのノンノの森で森の素晴らしさを知ったので、ここに来れば何か発見あるかなと思って、で一人じゃなくてこうやってみんなとね森を一緒に見ることによって、全然物の見る角度が全然違うなって。森を流れる水の音、木の隙間からゆらゆらと差し込む光。笹は硬くて痛いものだって思ってる人いますよね。ところがね、ここはねめちゃくちゃ柔らかいから、この部分ってね鹿さん大好きなの。だから鹿はねこの柔らかいところだけを抜くので、森の中で静かに聞いてるとキュッと音がします。こういう音がするんです、鹿が食べてるとき。描きたいという気持ちがどんどん湧き上がってきました。これは、釜の後ろの場所に木が生えてて、そこから生えている葉っぱで、話を聞きながらメモを取るソラさん。ここからが一番の見せ場です。タイトルは水と太陽。参加者が1枚ずつ描いた絵で一冊の絵本が出来上がりました。じゃあ、オタマジャクシも最初の森に入るところから今頃どうなったと思いますか？なんと今頃足が生えました。もうすぐ一人だけの想像力じゃなくて、相手の想像力を借りながらお話を作るから、想像力に想像力が掛け算されていく感じが心地よかったですね。ソラさんこんにちは。ワークショップの1週間後、アトリエを訪ねると行きます。カッパ着てます。かわいい。ペンギンのような結構いい感じじゃないですか。すごい気に入っちゃって。見せてくれたのは短編映画の主人公。日常に追われ夢を諦めてしまったペンギンのような生き物が利尻島に心を癒す旅に出るファンタジーです。
ペンギンのような生き物に心を合わせていただいて、ああ私も旅に出たいって解放されて、そして実際に北海道に旅に来たくなるようなお話にしていきたいなと思います。もう心から本当にそれはそう思います。北海道の愛おしい自然を伝え守りたい、そらさんが書き続ける理由です。